金額無制限1時間でどっちが鬼滅の景品取れるか対決。よいしょー。ということで怪盗ステーション府中クルル店さんに来てます。今回は金額無制限で1時間で鬼滅の景品どっちが景品の重さ多く取れるか対決、渋谷ジャパン VS 内藤で、はい、タイガと僕はカメラとゲームマスターとか。かしこまりました。でも前回ポケモン鬼滅やったんですけど、今回鬼滅単独でやりたいなと、はい、でルールとしては基本的に同じ景品はダメ、キャラが違かったりしたらそれは同じ景品じゃないの OK。 なるほど。1周全部取り切っちゃったら2周目入って OK です。ただこのお店的に1景品までってなったのはそれでいきましょう、はい、で一応今1万円分両替してますね、はい、でプラス1万円持ってますお互い、okay。 じゃあいきますか。じゃあせーので押しましょうか。1時間 OK いきます。せーのポチッ。はい1時間開始。1時間。はい、じゃあ行きましょう。はい、よっしゃ。鬼が出たこれで1時間稼ぎます最後の10分に勝負お願いします。どっちも地獄ということで、全然違いますよ鬼滅が人気なんでやってる人多いんですよ。これいきます。これ鱗滝さんじゃない？え、違いますよ同じボケしてるマリオって鬼滅だっけみたいなボケしてるちょっと並んでますね。鬼滅の新商品並んでます。大行列、うん、こんなゲーセンで行列見たことない。ないっす。じゃあこれいきます。これの前逸いきたいと思います、はい。かなり難易度は高いんじゃないですか。難易度高いね。あの金額無制限時間制限だから急いでやります。ガンガンやった方がいいっすね。ガンガンやった方がいいんだ。お、うわこれダメなやつなんですよね。これダメなんですよ。こうなったらダメなんですね。こうなったら難しい。ここに来ての数百円です。ちょっといろんな箇所試してそれで無理だったら無理です。可能性ある角度を探すと、そうそうそう、こうなるんですよね。引っかかりどころがないから一旦保留します。雷の呼吸、一の方、遅い。伊之助、おお、これも一個まで。これはもう時間かければ取れるやつだから早め早めにやっちゃおう。うわあ。いやーなかなか長い戦いになっちゃう。うん。なんだろうね。ああなるほど。ちょっと諦めるわ。こっち側でまたリセットされた状態で、うん、この一番初めの状態が重要ですね。おお、焦点焦点焦点ゴロンね。こっからよ。こっからもう一回ゴロンで行かせようか。なるほど。これで行くか。動かない。いや難しいんですね。うん、やっぱ一筋縄ではいかないね。ちょっとまず一個を取って景気づけします。これもむずそうだけど、はい、行きます。ちっちゃいから。あー、まあ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 、動いてはくれますね。動いてはくれる。最後ちょっとこう段差になってるのがむずいですね、これ。いいとこ行った。挟んでみようかな。伊之助の股に。よし。おお、お、来た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 。すっごい興奮してる来ました、伊之助ゲットです。1個目仲間ですね。仲間です。これちょっと別のも行こうかな。そうですね。あのね、これ横向きにして挟むのがベストですね。もうコツは掴みました。はい、横になった。うまい。横にし方がめちゃくちゃうまい。横にしてきてますからいろんな人生いいとこ行った。ああでも最後そうなんのね。あーなるほどなるほど。前逸いきますね。この台ね最後グッてなるね。ちょっとこっち行こう、はい、戻ります。ちょっと手前すぎた。これはいいぞいいぞいいぞ。薄いわ。一旦他のとこ行きます。あー動いてる動いてる。動いてますね。ちょっと斜めに動いてる。もうこれ地道にやっていくしかない。はい。お、出た。大股開き。大股の呼吸。難しいね。難しい。片方のアームだといかないね。両方じゃないとダメなんだ。あ、なるほど。ただまっすぐ目でいいのか。おー、どっちだこれ。なんかハマった気もするし。店員さんに聞こう、やり方を。確かに。アドバイスをもらおう。ちょっと店員さんにアドバイスもらいました。やっぱハマっちゃうと難しいってことで奥側からこういう風に引っ張り上げてくる。真ん中目で、まあ狙いは、ああちょっと奥に行っちゃうな。おお、なるほど。動いてればそこ。動いてない入れ替わってるちっちゃいやつだった。これいきます、はい、これなんか取りやすそう。よし、また伊之助ゲットです。これ別の種類だったらいいもんね。そうですね。伊之助行きそう。また伊之助。こちらは濃淡となります。うっそー。ちょっとこっち行きます。
これワンピースか。ワンピースですね。これは？これも伊之助ですね。これ取ります。はい。伊之助は取りやすいのかもしれん。ごめんだけど、伊之助ファンの人いたら。かっこいいよね、男からしたら。かっこいい。アホなのが可愛いっすね。うん。ちょっと頭つかみますね。頭が重いんで、こっちから。おお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 次はこれなんだろうね。マルッコマスコット。うん。あそこのねタグにちょっと入れてみようかな。よし。完璧。おああ惜しい。ちょっと一旦保留にします。いやーすごい。めっちゃ地道。地道本当に。見えないね。ここまで来てるけど。破滅の刃です。やばい、変な方向行くなよ。あー、ちょっとなんか大丈夫です。怖いんだよ。おー蹴ったえ違う、やったって、普通は8000円ぐらいやってると思う。はい、ということで、伊之助、ようやくゲットしました。ただ、これもそんな重いってわけじゃないのよ。もうね、ちょっとフィギュア系じゃないやつ、やばい。はい、34分。伊之助、また今回は取りやすそうですね。さっきのに比べたら全然いけると思う。これは頭の方で重心取ってるんで、がっつりと、ん、首の方で掴めば前に出てくるはず。ちょっと他のとこ行くか。こっち、これありますよ。そうだね、これだったらさすがにいけるでしょう。気分転換しましょう。そうだね、取った快感でね、テンション上げていこう。こりゃ鬼にもなるわ。鬼の気持ちが分かってきたわ。行くぜ。来たー、伊之助。くれくれくれ、こっちにかかってる。いいよいいよ、よし、ここでよし、来た来た。おーいいね。もう一個いけそう。もう一個いけそう。禰豆子か炭治郎殿。すごい、炭治郎と、伊之助ゲットです。いや、このビビたる差でも結構ね、勝敗分けると思う。伊之助やります。こっちに行くとむずいのか。ちょっと捨て100円で。なるほどなるほど。それでここやった後どうなるかなんだよね。こうなるんですよ。はいはい、戻った。あ、まあ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 、ギリギリいってます。あ、重いね。あ、重たいですね。こうなっちゃったらダメなのよ。これね、諦めた方がいいよ。うわ、諦めた人だ。ちょっと一旦こっち行きます。さあ、台替え。はい、ミス。あ、うわ、いきなりミスってる。もうハマってるもんね。ちょっと諦めます。隠れ鬼滅。これ鬼滅だよね。鬼滅ですね。原野か。原野、これなんか簡単に取れそう。おお、あ、離れるんだ。ずっとこうなんかじらされてる感じしますね。うん、クレーンゲームは恋愛と一緒だから。え、掴めそうで掴めない。そう、よし、よっしゃ、ゲット。鬼滅出てきたね、これ。出てきてませんね、最終回で。そんなありましたっけ。マジ、逆に書き出すか。あー、なんか引っかかったね、今。今引っかかりましたね。やめとこう、一旦やめます。続いてこちらのマルッコマスコット、かわいい。これもバランスよく取れれば。ただ丸なんでね、掴みどころがね、ないのがね、難しいんで。おお、あ、後ろにいっちゃう。ちょっと後ろか。あー、他もありますからね。そうだね、これとか一回だけちょっとやってみます。サネミ、品津川サネミ。なるほど。うわー、ミラーなんで重いかもしれないですよ。そうだね、苦手だわ、クレーンゲーム。気づいたけど、心折られてるな。あー、 T シャツ、 T シャツ、これ重いっしょ。カンカンの重さがありますからね。これだわ、これ忘れてた。ちょっと下手になってるクレーンゲームはね、集中力なんですよ。横に振ってるだけ。1万円終わりました。よし、これが最後の両替になるでしょう。うわー、1万円両替してから全部いっぺんに取った方がいいんですよ。え、どういうこと。1000円入れて押して、1000円入れて押して、最後にいっぺんに取った方がいいです。毎回回収するんじゃない。違う違う、逃げるな。2つだよ、お前たちに有利な闇でいつも戦ってるんだ。
これ前撮ってたよね。派手に撮りましょう。渋谷さん手前すぎたな。なるほど、いけるか。うんうん、はいはいはい、来てる来てる来てる。お、ある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 、ありますね。うん、いや違いますよ。パパって。違いますよ。嘘。入りました。入ってます。うわ、やったわ。あでも今のは派手でした。でしょ、はい、なるほど。だからこれ繰り返すしかないんだな、もうこれは。おっ、宇髄さんゲット。ちょっとむずいかもしれないけど、ちょっと大きいですね、こっちの方が。捨て100円で。うん、はいはいはい。さあ残り10分です。え、嘘でしょ。本当です。マジか、余裕ぶっこきすぎてる。煉獄さんがないね。ないですね。うん、人気なのかな。これ見て、ごめん、ちょっと諦めます。よし、ラストもう10分ぐらいしないんで、いや、高級素材は全集中、本当に。あー、よし、行こう。このくぼみ、うまい、うまい、うまい。あー、動いたけど後れちゃったかな。ボトルを掴む作戦もありだ。なるほど。あと時間8分です。やばい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 。言ってなかったっけ。言ってないですよ。あ、いいいい、こういうこと、こういうこと、これめっちゃいい。おお、ほんとギリギリだ。そこ以外はダメだ。ギリギリじゃないとダメ、ほんとに。入ってくれ。あー、あ、入った入った。これだったっけ、横か。うん、あ、ちょっと動いてない。ここ行こうかな。伊之助。伊之助、得意の伊之助狙い。でもいいいいいい、悪くない悪くない。あー、おお、もう一息入ってます。奥行こう。トゥス。え、伊之助ゲット。さらにこれ取りやすいわ。そうですね。さあ、このまま行名の方ですね。はい、手前にいるんでね。一番強いよね。一番強いと言われてますね。さあ、無一郎に狙いを変えました。よし、なんか、はい、はまった。おおおおおお、見てください見てください、これが渋一郎。渋一郎、無一郎とは真逆ですからね。渋一郎です。嘘、髪型とか似てない。これ全然似てないですね。両面寄りです。すごい人。ここ鬼滅ゾーンで新商品あるんですけど、すごいです。すごいですね。ちょっとずらしていく作戦に変えました。一旦変えましょう。はい、残り4分です。あの、これむずそう。さあ、ミニミラーです。ここで狙うのは残りがない。ああ、了解してきます。鬼滅大好きおじさんがいます。あと何分。2分半です。さあ、狙うは伊之助。伊之助取れろ。おお、あ、ちょ、あと何分。1分切りました。さあ、取れそうなやつ、いい狙いを返します。スピード勝負、スピード勝負。ネズコ、よし、ネズコ、ネズコ来た。ネズコ来ました。よし、炭治郎、ラスト54ラスト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 2ネズコ終了。ラストネズコ獲得です。ということで、最後オルタナハス戻ってかな、計量したいと思います。はい、あと1分30秒です。ヒノカミヤグラ。お、あ、時間そんなことあった。時間ないね。ヒノカミカグラ演武演武戦って全ての型を。あ、面白い。行くぜ。よし。これが取れれば。あと30秒です。マジでやばい。演武してたからです。おっ、めっちゃ動いた。ちょっと待って、カーンを押したらめっちゃ動くぞ。ラスト1回カーンをめっちゃ押せ。これです。あー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 、ちょっと待って。ちょっと待って、あと1回やらせてくれ。ひどかみが演武のせい、マジで。ちょっと1回だけやっていいですか。うわ、マジで意味わかんねえ。あんなの踊ってるからだよ。わあ、後悔に苛まれてる。重いですかそれ。重い。なんか重いもつ
詰まって余計重く感じる。逃した魚大きいわ。まあまだ上がんない。勝ってる可能性まで頑張ります。もう無理です頑張ります。オルタナチャンネルということで帰ってきました。よっしゃー。じゃあ、はい、重さですから、はい、測っていきましょうか。じゃあ僕の方、はい、乗せていきます、はい、こちらまずねずこちゃん9g。 9g、 はい、こちら同じシリーズのかわいい 9g。 9g、 伊之助2体取っちゃったんですけど同じ景品なしで。続いて伊之助の人形ですね。これよ 22g。 おお、無一郎さん 22g。 22、 はい。お、うずいさん 24g。 24。 おー、2g も重い。あの、伊之助が景品結構余ってましたね俺は好きですけどね。 21g。 21で、ラスト一番大きいかな。お、伊之助のぬいぐるみ 54g。 はい、以上です。じゃあ、内藤チーム、まずは、はい、こちらです。炭治郎、さあ、どうぞ。いやいや、もう2800円。9かな、これも 9g。 9g。 あ、これ、伊之助9。いや、8ですね、こっちは。えぇー、外れてる。さあ、そしてこちらです。ありがとうございます。取りました、こちら。これでもう8000円近く使いました。いきます。気をつけな、フィギュア。どうだ、頼む。出ました、235g。 うわ、そしてこちら、うわじゃじゃーん。ちょっと待ってください。これタイムアップして次のアームで撮れたんですよ。しかもちょっと俺一回集中するわみたいな感じで、なんかこう舞を1分ぐらい踊ってたんですよ。その前に日の神神楽も踊ってたから。そう、日の神神楽踊ったのよ。何、日の神神楽踊ったのよこれが1時間に間に合わなかったの。アウトです。1時間で終わってその次の100円で撮れたの。そう、ちなみに重さがあったのか。こちら246でした。うわー、こちらも当たったんだ。結構、さあ、いい勝負じゃない。いや、いい勝負。うわー、じゃあ僕の方から発表お願いします。はい、ちびちゃぶさん合計 161g。 え、てことは内藤さん 252g で勝利です。初勝利。いや、嬉しい。マジで難かった、これは。諦めてやってよかったね。いや、ほんと長かった。いや、すごいわ。すごい、はい、ありがとうございます。ということで、ぜひ日の神神楽の踊りが良かったと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。あそこしか撮れなかったですよ。なんなら全然合ってないと思うじゃあ、ウルコザキさん最後コメントお願いします。みんな、高評価、チャンネル登録お願いします。これは刺さらない。